河野太郎デジタル大臣に名誉毀損で訴えられております。河野太郎の父親河野洋平が筆頭株主の日本端子という会社があるんですけれども、この会社がですね、香港、北京、蘇州、子会社を3つも持っておりまして、盛んに事業をやっております。社長は河野太郎の弟河野二郎であります。中国では中国政府の言うことを聞かないと一切事業ができません。中国共産党を批判などするとですね、アリババのジャック・マーのような大物でもすぐに捕まって洗脳教育、再度されてしまいます。要するにですね、中国で事業を行えているということは中国共産党の言うことを全て聞いているということになります。それでですね、河野太郎自身も 3% ほど日本端子の株を持ち、毎年日本端子から400万円ほど寄付を受けております。そういうことでですね、河野太郎は中国共産党の犬である、と書いたところですね、名誉毀損で訴えられました。現役の大臣が私のような一般人を名誉毀損で訴える、そういう事例今まであったんでしょうか。確かに国会議員が一般人を訴えているなんてことは耳にします。立憲民主党の小西洋之議員なんかがそれやってましたけれども、与党である河野太郎大臣、現役大臣が私のような一般人を訴えている、このような例があったんでしょうか、過去に。そしてそれをですね、テレビ新聞は一切報道いたしません。現役大臣が一般人を名誉毀損で訴えてるなんて非常に面白いネタなのに一切報道してないですよね。これはですね、日本の大手メディア、これがですね、中国共産党と協定を交わしております日中記者交換協定というんですけれども、そちらでですね、中国共産党の都合悪いことを報道してはならない、そうであれば中国に支部を置いてやる、こんなことを協定で約束しており、日本のテレビ新聞は中国共産党の都合悪いことを一切報道いたしません。産経新聞だけがですね、その協定を結んでおらず好き放題かけておりますけれども、その産経新聞ですらですね、私が河野太郎に訴えられているなんてことを報道してないですよね。これこそ河野太郎が中国共産党の犬である、操り人形スパイであるということの確かな証拠だと思うんですが、どうでしょうか。河野太郎デジタル大臣のですね、有識者会議というのが先だって行われまして、そこで使っている資料がなんと中国国営電力会社のロゴが入った資料そのまま使ってました。国会でこれを詰められてですね、河野太郎は問題ないって言っておりましたけれども、中国共産党企業が作った資料を我が国の政府の有識者会議でそのまま使ってるっていうのが問題なんですよ。それにですね、問題ないっていうのは我々有権者が判断することであって、やらかした本人の河野太郎が問題ないっていうのはおかしいと思いますよ。刑事裁判でですね、被告がですね、確かにやったが問題ない、
刑事裁判でですね、裁かれている被告がですよ、確かにやったが問題ない、言ったらですね、裁判官笑いますよね。それ判断するのは俺らだわ、いうことで笑うと思います。やらかした側の、つまり中国共産党が作った資料を日本政府の有識者会議で使った、やらかした方の河野太郎が問題ないっていうのは、容疑者が問題ないって言ってるようなもんで、非常におかしいことだと思います。政治なんですから、それを判断するのは、問題ないか問題あるか判断するのは我々有権者ですよね。政治なんですから、刑事裁判ではないんですから、やらかした側の河野太郎が問題ないっていうのはおかしなことだと思います。その資料を提出したのは自然エネルギー財団というところの大林美香という人物なんですけれども、この方ですね、故安倍総理に極左活動家と言及されていた人物であります。自然エネルギー財団というところの事務局長をやっている中心人物であります。自然エネルギー財団っていうのは、東日本大震災の時に原発を止め、それを正気と見た孫正義が設立した財団で、菅直人と組んでですね、太陽光発電した電力を買い取る制度、再エネ賦課金制度を作ったところであります。現在ソフトバンクと中国国営電力会社とロシア電力会社と韓国電力にスポンサードされており、その資金で運営されている財団であります。河野太郎のですね、太陽光発電をもっと普及させる有識者会の民間人メンバーが4人いるんですけれども、そのうち2人がですね、大林美香を含む自然エネルギー財団の人間であります。大林美香って方、国籍不明、学歴不明だそうであります。どこの大学なのか、どこの高校なのかさっぱり不明、安倍総理から活動家と言われていた人物、どうしてですね、日本の再エネ政策、エネルギー政策がですね、こういった怪しい人物に左右されなくてはいけないんでしょうか。河野太郎の有識者会議なんですから、このメンバーでいいよと OK 出したのは河野太郎ですよね。あるいは選定にも関わっているかもしれません。そんな人物をですね、有識者会議に入れて、やることは一つ、太陽光パネルをもっともっと日本に入れましょう。太陽光パネルの生産の8割以上が中国企業であります。河野太郎の一族が経営する日本端子が中国でやってる事業は、太陽光パネルの周辺部品を製造することであります。河野一族が経営する日本端子は太陽光パネル周辺部品で特許をいくつか持っており、日本が中国製の太陽光パネル買えば買うほど日本端子が儲かる、こういう仕組みになっております。これをですね、指摘してですね、河野一族は中国共産党の言うなり犬だ、書いたら私訴えられております。孫正義が作ってですね、ソフトバンク、中国、韓国、ロシアの電力会社がスポンサーをしている自然エネルギー財団、ここはですね、日本の発電を、火力発電、原子力発電全てなくして全部太陽光にしましょう、風力発電にしましょうなんてことを主張している団体であります。国民民主党の玉木雄一郎代表、その方ですね、自然エネルギー財団が言ってるように火力と原子力をなくしてしまうのは我が国の
安保上、安全保障上、重大問題だ、と言っております。すべて太陽光にしましょう、風力にしましょう、夜は発電しないんですよ。そんなことできるんですか、夢みたいなことを言っておりますけれども、すでに日本は国土面積に占める太陽光パネルの面積が世界一になっております。河野太郎の会社日本端子が儲けるために太陽光パネルをもっともっと買わせようとしているのが河野太郎デジタル大臣と、中国の国営電力企業にサポートされた自然エネルギー財団と、こういう構図になっております。そんなですね、私利私欲にどっぷりまみれた悪意に我が国のエネルギー政策が左右されていいものでしょうか。損をするのは再エネ賦課金なんていう余計なものを取られてですね、太陽光パネル買わされる我々であります。再エネ賦課金、今度ですね4月から3倍に増税されるようですが、そのほとんどが中国製太陽光パネルを買うために使われるそうであります。つまり再エネ賦課金は中国にを潤すための税金なんですよ。菅直人が作った制度ですけれども、それをですね廃止せずに、まあ、再エネ賦課税といいますか、それを廃止せずに私利私欲のために今でも使っている、それどころか3倍に増税している、それが自民党と河野太郎なんですよ。我が国のエネルギー政策、河野太郎を通じて、河野太郎を介して中国を儲けさせるものになっております。再エネ賦課金1世帯当たり平均1万6000円になるそうであります。今までは6000円台でした。無理やり取られるんですから再エネ賦課税ですよね。岸田政権は増税メガネって言われるのが嫌で嫌で、賦課金だから増税じゃないなんて理屈をこねておりますけれども、問答無用で電気を使えば取られるんですから税金であります。これを滞納すれば電気が止まるんですから問答無用ですよね。経産省が設定した金額を言う通り払わないといけないんですから税金であります。増税以外の何物でもありません。6000円台だった再エネ賦課金年間ですよ、それがですねいきなり1万6000円になって、議会通さず経産省が勝手に上げられる、こういうのを本当に勘弁してもらいたいものであります。ですけれども経産省によるこの増税を了承しているのは結局自民党と公明党と岸田政権なんですよね。とですね、少子化対策の原資としましょうなんていうことで社会保険料、国民健康保険、社会保険、それがですね1万5000円ぐらい上がるそうであります。少子化対策支援金なんて名目で保険税上げるみたいなんですけれども、これもですね名前は支援金ですけれども強制で徴収されるのに何が支援なんだと、腹立たしいです。支援金だから増税じゃない、岸田政権はへりくつこねておりますが、国保税って言うんですから国民健康保険税っていう呼び名で呼んでるんですから、これを上げるということはただの増税であります。このように岸田政権は国保税増税、再エネ賦課金増税、再エネ賦課税ですか、増税、平気でやってですね、増税メガネ増税メガネって言われるもんですから、所得税と消費税には手をつけておりませんけれども、やってることは紛れもない増税であります。今度ですね森林環境税なんていうわけのわからない名目で1人1000円ずつ取られることになってしまいました。これも増税ですよね。とですね扶養控除見直すなんて言っております。これも税金が減る方向に見直すわけではありません、税金が増える方向に見直すわけであります。
少子化は国難であるなんて言ってるそばから扶養控除減らしましょうなんてやってるんですから、驚くべき二枚舌であります。少子化対策、少子化は国難だ、子供が増えないと大変だ言うんでしたらば、扶養控除をもっともっと多くしてですね、子育てしてるお父さんお母さんの負担を減らすべきなんですよ。そういう方たち減税すべきなんですよ。それをですね、負担が重くなるようにしながら、少子化は大変だから少子化増税しますって言って保険税を増税するって、驚くべき二枚舌が岸田政権であります。大体ですね、少子化は国難だなんて言ってですね、子供増やさないと増やさないとって言うんでしたらば、女性は家庭で輝いてもらわないと子供は増えないんですよ。女性が家庭で輝いてもらわないと子供は増えないんですよ。それがどうですか、自民党公明党は女性が輝ける社会をなんつってですね、女性を家庭から引き剥がそうとしております。こんなんで子供が増えるわけありません。少子化対策支援金だ、その金どこに消えるんでしょうか。女性が輝ける社会をなんつってですね、無理やり女性を働かすようなことをやめれば子供は増えるんじゃないんですか。それとも自民党公明党は女性は社会でも家庭でも輝け、そういうようなですね、過酷なことを言ってるんでしょうか。女性にとってひどい政権、それが自民党公明党ですよ。社会でも家庭でも輝け、子供も産め、そんなの無理に決まっております。過酷であります。女性はどうしても妊娠後期と出産時と乳児を抱えた 2,3 年は身動きが取れなくなるんですよ。その間もですね、男並みに働いて税金も男並みに払えと、こんな無茶言ってるのが自民党公明党なんですよ。皆さん、これも二枚舌と思いませんか。少子化は国難だ、少子化対策しなくちゃいけないから保険税上げます、女性は社会で輝け、こんなめちゃくちゃなこと言ってるのが今の政権であります。バスでも電車でも日本語英語簡体字ハングル表記4カ国語表記がメジャーになってきておりますけれども、実はこれ法的根拠は何もないんですよ。なんでこの4カ国語なのか、日本語英語はなんとなくわかります。英語はネットでソースの言語に使われている言葉ですから、まあ、世界標準語と言えます。 EU 諸国でも英語が通じる国は多いであります。じゃあなんで簡体字とハングルも表記してんだ、これの法的根拠が実は全くありません。国交省、観光庁、国際観光課というところがですね、ご利用ししてこれやらせてるんですけれども、どんな方法でご利用しするかというとですね、鉄道会社、バス会社、そこにですね、補助金つけてこれこれこうしてくれ、やらせるんですね、お金もつけて。で、バス会社や鉄道会社は監督官庁である国交省の言うことに逆らえませんので、それその通り、やっておりますけれども、日本語と同時に英語を表記する意味はもう一つあります。アメリカと唯一日米同盟を結んでおります。ですので日本国内を米軍が活動するなんていう機会もあるかもしれません。ですので英語の表記は根拠があるんですけれども、簡体字とハングルを表記する根拠はまるでありません。国交省の国際観光課が勝手にやっていることであります。しかも税金を使って、これですね、前々から侵略してきた人民軍のお役に立つためだろう、こんなことが噂されております。国交省といえば公明党の定期のポストであります。
なぜかわからないが、国交省大臣、国交大臣は公明党、何年か前から決まってしまいました。で、公明党というのはですね、創価学会を母体とした政党でありまして、香港支部、公明党の母体である創価学会、香港支部があるんですけれども、そこを人質に取られて中国共産党に逆らえない、こういう構図になっております。あわよくばですね、中国国内で布教を許可してもらって1億人ばかり信者をゲットできたらな、こんな下心を公明党は持ってもおります。それでですね、簡体字表記を日本人中にばらまいてですね、来たるべき人民軍の侵略に利便を図ってるんじゃないか、こんなことが噂されております。ハングル表記、これはですね、北朝鮮人民軍を迎え入れるためではないか、なんてことが言われております。とにかくですね、何の根拠もなく法的に何にも決まっていないのに独断で簡体字ハングル表記日本中染め上げてしまった国交省観光庁国際観光課公明党の指示で、これはですね、簡体字とハングル表記をやめていただきたい。侵略してくる人民解放軍と北朝鮮人民軍の利便を図るためだけに我々の税金使ってこんなことをやるのやめてもらいたいものであります。日本には難民申請制度というのがあるんですけれども、昨年、一番難民申請が多かったのはスリランカ人だったそうであります。およそ3000人ですね。2位がトルコ人2400人だったそうであります。トルコでなんで難民がおるんだと、いう話なんですけども、スリランカはですね、現在国が破綻してめちゃくちゃになっているから、まあ一番多いんだろう、こんなことが言われておりますけれども、安定しているトルコでなぜ2400人も難民申請しているんだ、このほとんどがクルド人であります。川口に固まって住んでおります。わらびと川口に固まって住んでおります。それらの人数はですね、2000人から3000人と言われておりまして、片山さつき参院議員がほぼ全てが難民申請中の不法滞在者とばらしておりましたので、2400人難民申請したトルコ人2400人はほぼですね、クルド人と思われます。この人らですね、トルコ国内で迫害されて弾圧されてんだ、だから難民として認めてくれなんてことを言って申請しているんですけれども、トルコ政府はそれを否定しております。我々はクルド人を弾圧などしていない。現にですね、トルコ国会にクルド人議員が61人いるそうであります。川口わらびに住む自称難民のクルド人、あの人らどうやって日本に来たんだって言いますと、トルコ政府からパスポートもらって飛行機で日本に来てんですよ。これのどこが弾圧されてんでしょうか。トルコ人でありながらクルド人を名乗ってですね、弾圧されてんだ、保護してくれ、こんなバカな話があるでしょうか。自民党の和田政宗議員がですね、クルド人はトルコ国内で迫害されてんだ、言っちゃってですね、トルコ政府の見解とまるで違うことを言っておりまして、これはトルコ政府から抗議が来て外交問題になるんじゃないかなんて思っておりましたけれども、私もクルド人はトルコ国内で迫害されていないと思います。だってトルコのパスポートもらえて飛行機で日本に来てんですよ。おかしいですよね。トルコ政府が迫害してるっていうのは、クルド労働者党っていうのがテロ組織がありまして、ここは敵対してますよ。
テロ行動をするんですから。でですね、この PKK というクルド労働者党というテロ組織 PKK っていうんですけれども、川口のクルド人たちのお祭りで PKK の歌を歌ったり、演説した人物が私は PKK です、白状をおっしゃったりしたそうであります。こういったトルコ政府に反抗するテロ組織、これが日本の川口わらびに流れてきて迫害されている、言ってるんですけれども、全く何の罪もないのにトルコ政府に追われているわけではないですよね。トルコに帰れば逮捕されるって言ってるそうですけれども、そりゃ悪いことしたら逮捕されますよね、テロ組織なんですから。これが川口わらびに集まっているクルド人の正体ですね。クルド人であるというだけで迫害されているわけではありません。テロ組織の一員だからトルコ政府から追われてるんですよ。日本クルド文化協会という団体があるんですけれども、ここトルコ政府にテロ支援団体認定されております。 PKK にお金を送金したからであります。支援したからであります。トルコ政府は何の証拠もなしにクルド文化協会をテロ支援団体に認定することはできません。そんなことしたらクルド人の国会議員61人が黙ってないからであります。そうした証拠もあるトルコ政府から認定されたテロ支援団体が日本に存在できてお祭りの主催者ができる、これがおかしいんですよ。埼玉県の後援会も、おかしいですよね。テロ支援団体に後援会しちゃうっておかしいですよね。 NHK がこのお祭りを喜んで報道しておりました。日本の普通のお祭りでもめったに報道しない NHK も PKK の仲間なんでしょうか、テロ組織の仲間なんでしょうか、 NHK はテロ支援団体なんでしょうか。結構ホームの人が聞いててくれて嬉しい。強制で聞かされる。ありがとうございます。はい、何の法的根拠もないのに英語の他に簡体字とハングル表記日本中に溢れさせたのはどこでしょうか。自民党と公明党です。何の法的根拠もない世界中やってる国どこもない外国人生活保護なんていうのを何十年もやってるのはどこでしょうか。自民党と公明党ですよ。会見やりますって言って決闘してですね、会見やるやる詐欺を60年間続けている詐欺政党はどこでしょうか。自民党ですよ。会見やるやるって言ってですね、保守層有権者から投票してもらいながら69年間一文字も句読点の一つも変えられていない無能な政党どこでしょうか。自民党ですよね。あとですね、不法滞在者でも日本で出産したら子供がいたらその保護者として特別に置いてやる、在留させてやるなんてことをやってですね、産んだら勝ちと不法滞在者に思わせて日本人女性を危険にさらしている政党はどこでしょうか。自民党と公明党であります。日本で産めば
在留資格がなくても居座れるんだなんてことになりますと、何が起こるかというと、世界中の貧しい国から腹をでかくした妊婦が押し寄せて日本で無理やり出産する、こういったことも考えられます。こんなバカなことをやってるのどこでしょうか。自民党と公明党ですよ。国連加盟国192カ国の中で自分の国は自分で守らないなんてバカなことを高らかに宣言している、それを許している政党はどこでしょうか。自民党と公明党ですよ。支援金だ賦課金だなんて嘘ついて、それを3倍にしても増税じゃないって言ってる嘘つき政党はどこでしょうか。自民党と公明党ですよ。北方領土、竹島、拉致被害者、何十年も戻ってこない、我々の手に取り戻さない、これは誰が悪いんでしょうか。自民党ですよ。全然やる気ないんですよ。我々から委ねられた権力を下着ダンサー呼んでパーティーやることに使ってんですよ。あるいは河野太郎の日本端子という会社を儲けさせるために無理やり太陽光パネル買わせてんのが自民党公明党であります。自民党公明党政権はですね、確かに経済は強いのかもしれません。株も4万円台越しました。ですけれども外国人生活保護を何十年も続けておる、竹島、北方領土、拉致被害者、何十年も帰ってこない、外国から押し付けられた憲法、何十年も変えられないっていう屈辱と不明はですね、経済がいいってだけで我慢できるものではありません。食わしてやるから乳を絞らせろであるとかですね、子豚をよこせとか、我々は家畜じゃないんですよ。お金があるだけ、飯が食えるだけ、それで不名誉と屈辱を子孫にまた先送りするんでしょうか。何十年も何十年も竹島も北方領土も拉致被害者も戻ってまいりません。この屈辱と不名誉は我々の代でストップいたしませんといけません。昭和が終わる頃、私はまだ学生でありました。何の力も権力もお金もありませんでした。今私が思うことは、昭和のおっさんどもは一体何をやっていたんだと。昭和の時に金と権力を持っていたおっさんどもは一体何をやっていたんだと、何十年も何十年も寝ぼけておったのかと、そんなことを思います。私も今立派な令和のおっさんとなりまして、金も権力もないんですけれども、何十年か経ってですね、令和のおっさんたちは一体何を寝ぼけていたのかと、子孫に罵られないようにしたいものであります。そういうわけで今熊の前で声を上げているわけでありますけれども、令和のおっさんたちも女性たちも悪いものは悪いと声を上げ続けていきましょう。よろしくお願いいたします。